いつもより時間遅いですけども、これより定例配信会始めたいと思います。ちょっと今日人がかなり少なくてですね、少しずつ今人が来てる状況で、多分式の細道開催ができるのかなっていう人数ですけど、ちょっとどうなるか分かりませんが、今8人ほどですね、人数がちょっといつもより少なめだったので、ちょっと放送できない状況でしたので、この時間からの配信になります。ということで、式の細道、ちょっと今日は時間が何時になるか分からないので、少しちょっと様子見でよろしくお願いいたします。あとはいつも通り、の時代の放送、お楽しみください。それでは今週もよろしくお願いいたします。
はい。
あ、あ、これもうスタートですね。さあ、四季の細道第73回よろしくお願いします。シホシムさんの、DJ VS、 これはケンさん、ケンさんのサガット、そうですね。さあ、お、いい感じ。3ヒットですね、ちゃんと下がってますね。これは美味しい。お、出ている。うお、うまい。対空、うまい。対空が下がった。お茶丸さんがアドバイスを。セコンド2人いますね。あ、飛んだ。飛びが通ってちゃんと繋がってますね。繋がってますね。さあ、これで1-1、いい勝負。 DJ で下がったら結構難しいと思うんですが、いや、お互いやりづらそうですよね。あ、さあ、投げを対応し始めた。タイガーに投げが何回も。さあ、囲碁はやりたいように、いいようにやる、いいようにやりたい放題。お疲れ様です。さあ、次は瀬尾さん。瀬尾さんの1キャラ目はガイル。お、ガイルサガットっていう結構激アツなカードなので、これは期待したい。開幕中らしい。さあ、ガイルのペース、飛んで、うお、おばん様しっかり見ている。中足。さあ、画面端下がった、かなりきつい状況。下がった、手が出ない。削り以外ほとんどダメージもらってないんですが、ガイル側がノーダメージ。さあ、2位が取って、さあ、ここからだぞ。見てますね、しっかり見てますね。もう2位で暴れるのはやっぱり、ね、最大入れて無駄なところですので、しっかりしてますね。さあ、やっと下がったにも球が出始めたが、いい感じだが、ちょっと遅かったか。ガイルはリードすると、まあ2回に1回タイガー消して残りはガードみたいな感じでもいけるんで。そうですね、結構そのなんか体力取ったらもうあとはもう逃げるみたいな感じでもいいので、ガイルガードは。さあ、玉打ちが下がった側、やっと球が出るようになってきて、さあ、踏んで、ガエル少々前に出づらくなってきたところで、内足が当たる。今の美味しい。今の美味しいですね。ああいうのでちょっとダメージ取れると、またしばらく我慢タイム。そうですね、何もしなくてもいい時間が。しかし踏んだ。ここから下がったのか。しかし下がった側のターンは結構嫌らしいので。そうですね。さあ、さあ、上りが行け。どうする。 おっと無理やり。さあ、間に合わなかった。最後はきっちり削って勝ったのはセオガイル。結構根性値で生き残れそうな感じはありましたが。そうね、かなりきっちりでしたね。そうですね、今の生き残ったら、まあ、アパカか何かで終わりだったと思うんですが、はい、いい勝負でした。はい、さあ、セオガイル VS ハクベガです。ハクさんのベガも結構丁寧なので。そうですね、でガエル戦もまあ僕とたまにちょっとやってるので。おお、大様、あの距離ちゃんと見ていた。見てましたね。瀬尾さんやっぱりベガも使うので、まあ基本は分かっているといったところ、ね、お互いベガもガエルも使う。確かにですね。あ、おった、空振っている。今のは何ですかね。じゃあ、ダイヤしか何かがいい反撃になるんですかね。あれはそうですね、内足とかが安泰。さあ、今度は削りきれずにナイトメアもらって逆転負けですね。今そうですね、削りきれそうだったんですが、ハクさんが1本取ったところで
さあ画面端きついぞ、もう5割、うお、いい動き、当たる、さあいいカニ、ここためていた、めぐりがガードしているが小足が刺さる、投げられて死ぬ体力なんで投げ返しもちょっとしないといけないところ、そうですね、下段が埋めてあった、さあカニが間に合わずソニックが当たってしまい、さあハグベがどう前に出るか、さあ、投げられて落とされて、おっと、こっから宙に浮いてるように見えたんですが、おっ、うまい、さあさあ当たる、今度はめくりから小足もガード、しかししっかりガードしました、うわ、引きつけ様、さあダブルで削り切る、しっかり落としましたね、あああれあれかっこいい、メガっぽい、初めて見た、さあお茶丸さんの、バンログですね、さあ投げまくり、投げまくりで全部これで死ぬかと思ったらお間違い、さあ画面足きついぞ、投げて投げて何回投げるやばいぞバンログらしからぬ負けだこのガエル、さあ今度は逆の立場、ガエル側きつい、さあ爪が長い、ダイヤシロ落とす、ここからあるのか、スカイハイクロー、さあ透かせて爪で、さあソニックが当たってしまった、めぐりは辛い投げバルログが上から来たらサマーで落ちて、透かすように落ちるときはソニックを置いておくと弾んでるところに当たるから地上、ね、地上ダウンですね、さあこれはまたさっきのリプレイにはならず、爪でチクチクとやっておいての、あーまた始まる危ない、早出し、早出しが投げましたね、うわー減る、うまいハイクロー、スカイハイクロー減るな、必殺技だからな、あれも、瀬尾さん何連勝、2、3、あ、2か、さあ、あ、キャラ間違えたそうです、キャラミス、あれ、お茶丸さんが、おっとやばい、これは敵にあんまり見せたくないところを見せてしまった感が、さあクレジットが、クレジット追加しましたね、さあ現れるのは中島ホンダ、ホンダバンログ、おっと出ない、さあうお、若干高い位置で当たる、お、今のは繋がらなかったけどクスモンドランブですねめくり壊しホパンとか言ってるうちにやられちゃいましたね、本当は一回まとわりつかれると本当にめんどくさい、ね、ちょっと表が通じにくいので、これはもう地上戦で行くんですかね、バルログって、いろいろ、まあ表をやるときも上を飛び越えるようにして出せば頭突きのためが解除されるとか、今みたいな感じですね、なるほど、うわー当たってしまった、逆から行くと溜まっている、さあ100トン、
爪、いやでも爪欲しい拾う間もなくでしたね。さあお茶丸さんが終わって、次青木サイクロさんさんです。さあ続きまして青木サイクロンさんのザンギ、ザンギホンダはなんとかダイヤでは5部ですね。あ、そうなんですか。なんとかダイヤで、なんとかダイヤパレなんとかダイヤでは、おっとすごいあるのでは。ガードして、あれ今のアントキにダブラリが仕込んであると頭突きが落ちたりするんですが、かなり難しい。あ、そうなんですね。そうですね、着地ダブラリが出てると判定強い。頭突きはそこまで発生早くないので、アントビ仕込み昇竜とかアントビ仕込みダブラリで落ちたりするんですが、残撃きついか。そうですね。あ、さあ頑張れ、なんとかダイヤではダブラリ当たる、ワンチャンない、落として、これは厳しいぞ、削られる。おっと今なんかかなりずうずうしいことしようとした。あ、ちゃんと鬼無双、鬼無双残機は大変、残機は大変だ。あ、また川渋さんの残機2連続。さあカーシムさんの残機ですね。さあ灼熱当たって、さあ画面端、おお来た、とりあえず台足引っ張して、さあどうする、いい勝負だ、いい勝負ということは、あさあ吉、あああんなに前に出る、100列から100列、大100列はすごい伸びますね。あれびっくりしますね。うお、マニっている。あっと、さあこれはさっきのリプレイどうなる、突っ切れている、画面土俵際から逃げられない。さあイースクリュー、この距離は今のですね、難しいですね。あ、削られちゃう削られちゃう、おっとバニシンスクリュー投げばいい、あ、ある、届かない、いやかなり良かったんですが難しいですね。次破天荒さん、破天荒さん1キャラ目は何でしょうか。竜、さあ破天荒竜ですね。当たってリバーサの昇竜が当たりの、さあ波動拳出ていますね。今のは透かせない場合、さあ踏み込んでいるので透かせない大昇竜、さあ出る、伸ばした足に完璧でしたね。素晴らしい、美しいです。そうですね、本田側は打ってない時に飛んじゃったらば、なんか透かして着地したいんですが、はい、ちゃんと破天荒さんが一歩踏み込んで昇竜出してるので、技を出さなくても透かない前だったりしますね。ちゃんと踏み込んで昇竜拳、ね、はい、歩き昇竜きっちり出してますね。さあやばいぞ、アントビーまだ出す、出し続ける意志力からお互い楽しい前ですね。そうですね、あーっとちょっと高かったか、食らっておいちょ。さあどんどん前に出るあっという間、5秒で画面端きついぞ、お突き当てて垂直、さあガードしてしまった、
この距離はきつい。ハメだ。おっと。おっと。ワンチャン。ワンチャンあるかと思ったが、勝ったのは中島ホンダ。さあ続きまして、千本さんのベガル。ベガホンダってどうなんすか。これどっちがきつい。ベガ、あ、得意なやつ、ね、いや、うん、きっちり待つとなかなかホンダも強いんですが、はい、ベガ側はやっぱりめくりか何かからホンダ側が我慢できなくなって頭突きとか出したところにバックジャンプ合わせてそこからコンボで一気に持っていくとかしないと、ちょっと真正面から立ち合ってるとやっぱり100列と頭突きがめんどくさい感じですね。確かに正面の立ち回りはもう、そうです、お、サイコ、そうですね、サイコが出際とかに勝ったりはするんですが、まあきついですね、でまたサイコもダブリーもめり込むとちょっと鬼無双とかがじゃないや、大いちょうがあったりするので、はいはい、さあ投げ返し、さあ百貫百貫、おお、持っていった、持っていきましたね、刈り取った形に。最後でさあ、ガメ押し、これは気まずい、飛んでみるダブリンからの、さあリードされるとベガはちょっと厳しいか、100列が厳しい、落ちるな、結構ベガのカニとかがあんま機能しないんですよね。そうですね、あーヘッドプレスから仕掛けていましたがゴッツァンチョップ、これは厳しい。続きましてクリスクリスデルプさんの、ホンダさあ大相撲は繰り広げられてますね、敷場所、確かに土俵じゃないので女の方も上がれますさあ100巻、100巻、うわー、画面足飛んでた、一覧に乗ったのは中野ホンダ。しげのんさんからコメントが、お、今日も元気にやってるね、大会近いから盛況、ああそうですね、今日の式はでもまあ普段通りぐらいの人数ぐらいの感じですね、なんか先週が異常に多かったので、あ、先週は多かった、そうですね、なんか、うわ、続きには続き、さあさあこれで1本1本100巻、おっと裏にちゃんと頭突きが出る、上から力士が飛んできた、うわ、キャッカーの出し方が面白いですね、こんな感じで、あ、ちゃんと出ている、出てる、さあこの距離出し続けるあれに弱頭突き合わせたいんですが、すごいですね、頭突きに相打ち。さあ中島さんのホンダが猛威を振るっておりますが、続きましてはエクスパー、エクスパーさんの竜ですね。さあバックジャンプ落とされての、さあ波動拳の場合、うわ出際に、さあ、ホンダこれはきついぞ、ノーボリー、ロケッティア、
これはリュウのペースですが、さあ開幕勝利出していく登り蹴り、あれ重ねると100巻出ちゃうんですね。はあ、ははあ、さあこの蹴りは出していく、あコパン振ってたんですが、ちょっとちょうどやめるあたり、ちょっと密度が薄かったのか、それともやめていたのか。お、今度はヒット、はい、3ラウンド目にして当たりました。さあ波動が刺さって、うわ竜巻、竜巻が飛んでる、登り蹴り、耐久は全部登り蹴りだ。昇竜拳置いてある、どうする、うわガードしている、大昇竜大昇竜エクスパーさんが止めた。さあ続きましてロードさんのエッサガット、おっ X 剣、ロード X 剣です。さあ金色の道具を身にまとい、あんまり見かけないですね。さあ昇竜落として、波動が引っかかる、竜巻で前に出てみる、昇竜当たる、当て感がいい、うお足が飛んできた、あーしかしまだ生きてるぞ、こっからうお波動から、波動見てからですかね、今のは波動見てからのスパイクです。かっこよく決めたところで勝利でかわす、チュアシチュアシ波動ビヨッとダーンダーンダーン、しかしさあ投げて勝ったのはなんとロード剣、ロード X 剣、そしてあ、セロテープさん。続きましてセロテープさんのエクスタキス。さあセロテープさんのエクスタキス VS ロードさんのエクス剣ですね。さあここからこの距離はまずいぞ、スクリュー入っての一気に、あ投げて溶かされて、さあ剣厳しい、飛びが通る、ザンギと闘技は見てて面白いですね。あさあ波動剣、うわあ、やばい、死んじゃう。あ、これ。さあ昇竜拳やっ。こっから剣どうにかしてまくりたいところだが、昇竜拳が当たる。投げる。うお昇竜拳。あっと前に踏み込みすぎてスクリューが刺さる。勝ったのはセロテープ。さんのザンギですね。で次が僕、あ俺 S 剣の、 S 剣じゃねえよ、 S 流だ俺。はいクリスです、ということで、S 流対ザンギですね、まあ、クリス的には S 流強いと思うんですけど、さあやられてますね。老人会が勢いつけたいところなんですけども、若手の腕軍団もね負けてられないということで、さあ大足回ってメック表から飛んでいくが、これはダブラリー、そしてピヨっている、ダブラリーでピヨった、なかなか見ない感じ。さあ
セロテープがセルフで、そう、クレイジーインさんですか、これクレイジーインさんの次が志保さんの DJ ですか。さあこれもね、有利だけど有利じゃないっていうね、有利だけど有利じゃないって捕まっちゃうと終わりなんで、ね、あもうこれはね、セロ様がミスらなければ勝ち。ミスったな、ミスったけど、まあ問題ないっす。ミスったけどね、相手もミスったからね、お互い様ですね。コメントがいつの間にか、はい、さあ上から、あーもうやばい、この位置やばいっす。決死、これはね、もうね、そういう難しいですね、ミスらない、ああなっちゃうんでね、画面端はやっぱきついっすね、かなりきついっすよ。どうぞどうぞ。シム要素ないけど、え、キャラは何ですか。 DJ です。 DJ ザンギ、あー練習の成果をね見せましょう。ザンギ戦は練習してるんですか。セロテープさんが教えてますからね。なるほど。あ、あ、セロテープさんが右上のつなぐ、これはボディープレスだけで倒そうという魂胆、やばい、見えるぜ。お、だがだがこれはあれです、セロテープさんがジャンプに対応しろというね、この教えをね、今、そうです、いいんです、いいんです、それでどうぞ、そういうことですね。優しい。あっ、しかし死んでしまう。いいですよ、そうそう、弾打ってね。あ、近づいちゃあかんですね。悪くないですよ、悪くない。さあ、四季の細道で、そういうことですね。そういうことです。四季の細道で、すごい試合が繰り広げられてる。しゃがんでれば強いというキャラなので、やっぱりそうですね、大事です。しゃがんで上だけ見て対空っていうのができるんで、はいはい、そうガイルだとなかなかねこうはいかない。ああ、そうですね。そう、さあ DJ が1本取ってく。さあ上行った、揉んでいった、この上から飛ぶこれは山口達也ではやる気がないなら帰れ。さあ消されております。ジップ降板していけ。さあメンバー、セロテープメンバーが、あ、これセロテープメンバーいいんですか。あと酒によって裸で前転している。ボディープレス来るか。さあ、あっとセロテープメンバー、これは勝利。上を通した。ケンさん、ケンさん、いいっすか。セロテープメンバー、いや老人会がスマップですからね。そう、TOKIO か、 TOKIO がいい。あ、老人会です。滝場メンバーとかね、そう YUU メンバーとかがいますから、はい、なかなか問題行動を起こさないことで有名な。さあベガがやっているが、ケンさんのベガですね。さあシャカシャカ動いている、シャカシャカ動いている。ちょっと攻めづらいですね。上から行ったが、これは投げ返す、受け身が取っていて、しかしバックジャンプしっかり重ねて投げる、受け身がないぞメンバー。これはあ、やばい、危ない、ピヨルピヨル捕まるぞ。これは噛み合ったが、勝ったのはベガ。上、あとは上を見てダブル2から固めて、これはもう厳しいのではないか。時間ないっすね。さあ福島の野菜は美味しいので食べてほしい。さあセロテープメンバー、ケンさんも、あ、画面端だがダブル2で抜け出して逆に行く、大事ですね。うわ、さあこれめっちゃ下がれるんで
あ、前に行った、強気だぞ、しかも受け身がない、これは死、死だ。セロテープさんはね、ちゃんとあのワンピー側の方に飛んでくんでワンピー側の方、ワンピー側の方にスクリュー飛びやすいんで、これはいい方ですね。なるほど。そうどっちかっていうとこう左曲がりなんでね。おー、あーっといった。そう、結構ね、セロ様のスクリュー左曲がりなんですよ確かに。そう弾き分かりやすい。そう、人によって右行きやすいとか左行きやすいってやっぱあるんで。なるほど。ガード画面端に今行っちゃえばね。さあ逃げる、うまいですね、ケンさんも。追い詰められる前に画面中央の方に、さあ、あ、行った、しっかり右曲がりから行ったぞ、メンバー。はいはい、あー、あー、ジップ。あー、これはこれは飲酒をしている。さあ、ケンさんも、あー、やっちまったか。やっちまった。おこれは謝罪会見。ハクさん始まる謝罪会見だな、これな。さあ、あ、グッズだということで、ハクさんの2キャラ目は、お、ガイル。ガイルなんですね。ガイルなんですね。これ2キャラ目なんですかっていうか、これ2キャラ目です。 2周目なんですね。キャミーじゃない。これは、あー、あー、いったー。あ、ピヨってないぞ。運が悪い。ピヨった。だいたい表ですもんね。うん、まあ、でも出す技であれ変わるんですよね。あの、ふわっと台足はめくり、そうですよね。でもそこで中キック出してると表ですもんね。え、あの、同じ位置でも中キックと大キックで多分違うんすよ。え、マジっすか。そうそうそう、全く同じ位置でベガが出す技で変わっちゃうからヤバいんですよ。へ、見た目がおの全く同じなのに、うん、台形だとめくりになって中形だと表になる。表になる。だから位置で見分けらんないんですよ。あ、そうなの。人間では不可能てか、人間コンピューターでも不可能相手が出す瞬間に変わるから。あ、マジっすか。あ、そうなの。さあ、ケンさんが勝ってる。あれやばいんすよ。なんとなく近いやつは台足かなって。まあ距離ももちろんあるんですけど、はい、そう、その同じところでどっちにもなるっていう飛びがあるんですよね。じゃ結局わからない。そう、結局わからないから。やば。運ゲー、運ゲー極まる。そう。お、さあ続きまして、グッチさんのガエル。なんかこう遠目から来た時は多分表な多いんですけど、うん、深めに来た時がやばい。深めでも表になるんで、中キック出しちゃうと。あ、表。そう。めんど。やばいんす。さあ、グッチさんは白いガエル。ガエル使ってます。あっと、しっかり、あー、最後のチャンス。いや、まだある？なかったー。なかったな。いや、最後、めくりが当たれば勝ってたよ。さあ、投げて。ガエル、きつい。いや、投げて。あ、これ、あ、うまい。知ってますね。知ってる。しっかり抜け出しましたね。知っていた、この音。リフト当てて、のソニックの応酬。さあ、タマプラには引っかからない。ここはガードです。あー、危ない。ピオル、うまい。知ってる、知ってる、知ってるけど、かわしたけど、うん、投げ返す。必死必死。サマーからめくりが当たらない。めくり当たらず。しかし、投げる、投げる。やるしかねえやつ。やるしかないやつ。あサマーがケツから蹴られた。あの開幕やだな。いや、ちょっと歩いてね、ちょっと歩いて中パンって強いんですよね、サマー当たんないから。あ、やっぱサマー当たんないっすね。そうそうそう、裏に行っちゃうからちょっと歩くとね、ダメなんですよ。あ、でも受け身当たる。いや、知ってる、知ってる、これだけ。知っちゃう。あ、知ってんね。あー、なんか白熱してるぞ。下段投げない。下段ちょっと分かってたけどね。ちょっと部分部分分かってたけど、もう全体が分かってなかった。そうそうそう、パーツパーツは知ってるみたいな。そう、全体の流れがあんま分からずみたいなところがね、ありました。続きまして、瀬尾さんのベガですね。ベガベガですね。さあ、落として投げて、
投げ返す。しかし画面端は辛いぞ。わ返してとりあえず固めて上から投げられ、さあ最後に逃げる。結構攻防が入れ替わっている。受け身がなくてしっかり裏に行ってから、はぁうまいですね。これどういう勝負なんですか。俺は画面端に行ったらきついみたいな固めがとにかく返せないんで。なるほど。まあ平ハメと言われる古の技術があって返せないんですよね、はい、あれが。あ、ダブル2、そう、ダブル2、少々ダブル2、少々ダブル2みたいにやってると、はいはい、マジで返せない。やっぱあれって返せない いや、すんごい返せない。ミス、相手がミスって、まあ、ちょっと隙間ができてコパンとかで割り込んだりするらしいんですけど、あれかなりきつい。そう、かなりきついっぽい。うわジャンプお互いしている。あ、これはやっていく、やっていく、やってくれ。あー、これ、これなんですよね。これやばい。あ、浮いた。で、ああいう風に浮いて無理やり逃げるんですけど、もうこんだけダメージ取られてますからね。そうですね。そうもうこれきついんですよね。もうでもこれ、まあもう完全に瀬尾さんがただ逃げるだけまでになってますからね、これね。ひたすら最後往復そのうちみたいな。そのうちって。なるほど。これがベガベガ。ああなるときついんで、画面端には行きたくないけど、みたいな。これは嫌ですね。嫌なんですよ。さあ、ね、そう、お茶丸さん、コツがあるらしくて、平さんはまあ死ぬほど強かったですけどね、同キャラ戦。ベガ同キャラ戦。すごい強かった。さあベガ。バルログです。ベガバルログは希望があるカードと言われている。どっちに希望があるんですか。いやもうバルログを全然殺せるキャラですよね。おう、ベガってそうなんですか。筆頭ぐらいですよね。チーム戦でベガがいたらもうぜひバルログにかぶせたいぐらい。しかしこの画面端の戦いはやっぱりきつい。あーどっち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 、バルログきそうですね。そうです、きついんですよ意外とね。これ難しい、バルログ側が珍しくこう難しい。あ、切り返してジャンプ、ジャンプがね効かないですね。うまい。ああいうのがねやっぱ氷が効きにくいのがねやっぱね強い。起き上がりにさえ重ねなければ。あ、逃げて投げて投げ、投げられない。あ、中断。踏み込みにね、ああいうのもあったりして、うん、結構ちょっと高かったですね。青木さん、続きまして青木さんの残業。青木さん、青木サイクロンは青木さんじゃないんですよ。はい、ずるいっすよね。そうですよ、青木さんが青木さんじゃない、青木さんじゃないっす。青木さんじゃない名前を言っていいというわけではない。さあこれはうわー、はい、見てからやりに行ったが、しかし逃げる。うまい、コパンで落として固めて投げて、投げて受け身がなくて中段当たんない。投げキャラに投げる、しっかり。お、落とす。体力リード取るのが大事なんでね、多分。あ、うまっ、反応早ない。あー無理しない、勝ってるからね。大キック、大キック、フリフリ回ったらホバー。やってることは単純だけど、はい、反応が難しい。あ、こっから、あ、なんで普通の固めなのに弾くんですか。あ、うまい、中段。厳しいぞ。うまいぞ、コパンタイク。ひぇ、固めてる。鳥かごやん。鳥かご、鳥かごだ。あーっと、でもゲージがあるけど出せない、死なない。あー、ジャンプ読みの垂直ダイキング、長い。スパコン出してれば死んだけど、瀬尾さんはそんな浅瀬でチャプチャプしてるやつじゃなかった。お次は川島さん、川島さん、瀬尾さん、浅瀬じゃなかったな。ダルシムの出番ですね。でも DJ なんですね。ではなく DJ、 DJ ベガー、わかんないですけど、これ DJ ベガーは DJ ですね。 DJ ユーベガさんがクソって言ってました。クソクソやな、ほんまクソやなっつって二文字。そうで、自分でも DJ 使うっていう。あっ、やばいぞ。あ、死んだ。これはベガの動きが非常に仕上がってますね。そうですね、
瀬尾さんのサブキャラシリーズでは多分一番やってますからね。あ、そうなんですか。そう、チュンリーがメインとして、まあ、ベガが多分一番いい動きしますよね。はあ、はあ、まあ、その次はリュウとかになると。あ、リュウ。そう、リュウも上手いんですけど、やはりベガが輝いて見える。瀬尾さんともともとリュウ使いなんです。そうですね。知らなかった。あー、投げる。通常技がやっぱ強いっすよね。強いっすね。そう、めくりもやっぱ見えないし。強キャラ、強キャラじゃない。強キャラ、強キャラ強キャラ極まる。大会出るんだったら一人ぐらいは欲しいキャラ。欲しいっすね、確かに。安定感が違う。このサイコロ逃げて、ずらして、受け身がないぞ。あー、早っ。あー、マジ低かったか。あ、めくりが、優しさがある。しかし、瀬尾さんがうろうろ、うろうろ、うー、蹴られる。厳しい。さあ、ビッグガードしたか。あっと、あるか、ない。あ、あるのか。暴れてる。きつっ。あ、やってること長州さんと変わんなかったけど、大丈夫、大丈夫ですか。やらかした。大丈夫ですか。めくりに行こうとした。あ、さあ、ジャンプで温めようとして失敗してしまった。スーパーもったいないですけど、まあでもいい勝負でした。さあ、破天荒さんの竜、竜ベガです。さあ、上行って、うん、出しにくい距離、出しづらいっすね。しぼ、竜巻。これは繋がってないけど十分飛ぶ。今のは見づらいですね、地上を見てるんで。やったったか。真空読みで上に行っている。さあ、硬いぞ。行って中断。これは同時、同時。熱いっすね、今のは。お互い光る。中断、暗いスパコンでしたね。暗いスパコン、かっこいいっすね。距離。お、うわ、警察がいる。あんなに煽ってたからな、つって。さあ、セロテープの天敵が来た。まあメンバーだから逮捕されないってやっぱね。さあ、セロテープメンバーを捕まえに警察が来た。さあ、そして破天荒さんがいいペース。ここはあと40秒。粘りたいところですね。粘ってね、これね。水中から、あ、水中から顔を上げないでこう粘って。これはいいですね。バックジャンプ。待って待ってね、やっていきたいところ。さあ、一本一本で。さあ、枠ジャンプ。どっち、わかんない。うまい。これは避ける。さあ、ジャンプしか、やばい。投げる、受け身がなくて下段はガード。これはかくってはいないようだが、あーっと、そういうなんかテクイっぽい動きをやっていく。いやらしい、今の。あんな使い方がある。千本さんがこれはフォークですね。メンバー隠れてる場合じゃないよ。メンバーちゃんと謝罪してくれ、後でね。あった、捕まえればって感じなんですが、捕まらないのがベガ。これ捕まえんの大変っすね。捕まえてもジャンプが早いんでね。あ、結構入れっぱで逃げられちゃうんですよね。へぇ、2フレで浮くから。あ、マジっすか。そう、捕まえ。そう、剣とか竜とか剣だったらジャンプ入力しても10フレぐらいはまだ地上にいるから投げれるんですけど、ベガはすぐ上、ベガとダルシムは2フレで浮いちゃうんで、へー、あの猶予が少ないんですね、投げの。なるほど。そう、さあ、まあ、さすがにこれは固まっている。そこ、ああいう感じでね、結構ね、浮けちゃうんですよ。浮きましたね。そう。上入れっぱで逃げてるとね、かなり受ける。なるほど。あれを完璧に掴めるのはヤキちゃんでも難しい。さあ、ベガ刻んでる。あっと、知らない、知らない、立ってる。立ってる。1ラウンド負けてるから補正がかかった。さあ、最初熱いっすね。あっと、相打ち。悪くはない。ベガは捕まらなければいい。これはポンポン決めてる。つーあぐー、美しい。メンバー、
身柄を隠してる。さあ続きましてクリスさんの剣。中身は中野さんですね。剣強いっすよね。すごいクリスさん。中野さんの剣は強い。クリスさんの剣はなかなか。なんかマーサスのロシアでもかなり勝ってるみたいな。おっ、昇竜をしての、これはいい勝負。この前どうする。さあ飛んでる。ダメのが糸目や。しっかり逃さない。前半は結構危険のペースだったが、さあここから順調に順調に丁寧にやっていくが、さあここから、うわ投げ返されている。さあ画面端そうからの昇竜選択。かーきつい。痛い。いやー恐ろしい。この目が硬い。あーとあれも拾える。うわ噂の最後からの、最後から拾い直すやつ。中島さん、中島さん最後から拾えるんだ。そう、なんかゲージが溜まるんですよ。見た目がかっこいい上にゲージも溜まるっていう。いいことしかないです。そう、あれ難しい。難しい、なんかね、しっかり溜めてないとむずいっぽいですね。見たことなかった。さあ、長島さんのガエルと、瀬尾さんのベガ。さあ、切られる。あーっと、これはしっかり笑顔を画面端に追いやってもすごいなんかガエルって難しい気がする。気まずいですよね。うわー、つながってない。うー、死んじゃう死んじゃう。画面端に投げて、投げ角だったが、これは暴れていた。サマーから削ってない。あー、これは空対空選択と見て早めだったんですが、地上にいた。バウンストレートで KO。上開幕。あー踏んじゃう。痛い痛い。下段はガードから投げ返す。これはサマー読みだったが出していない。垂直で避ける。垂直が重要。大キック上。どっち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 。お、これはまあまあ。うわー、これダブル2からちょっと下がって、あーカニがきつい。ああなるとね、ガードもできないから。あれ無理っすよ。そう、厳しいですね。 あんなに体力ダメっす。さあ今度は開幕それっぽい。あー、あー表から、これは形を自由し投げ返す。投げ返してどうする。中足ソニック。当たんなーい。これはいい勝負。上お互いくぐって投げて受け身を。とー、これは危ない。落とされちゃった。あどうする。瀬尾さんが深い。これはあーカニか。深い。なかなかの濃密な感じでした、ね、簡単にお互いやっていかない感じで。そうですね、譲らない譲らない同士。さあ熱い試合でした。エクスパー瀬尾さんかなり連勝してますね。やっぱね強いんでね、ベガスが。さあ上開幕ば。あー読まれてる。あーそれか。あー出た。頼む、かっこいいの。ガード当たんない。当たらない。うん、ゴール。あー、はいはいはい、投げて、はいはいはい、真空出さない。バックジャンプ、とりあえず逃げてみる。さあピョンピョン飛んでみての。ピョンピョン飛んでも相手の体力は奪えないぞ。出し読まれてる。全然当たんないけどっつって。
あ、瀬尾さんが、あーっと、踏んだ、あ、瀬尾さんが待ちたいやつになってる。あるのか、ワンチャンを見せてくれ。あ、瀬尾さんが待ちたいやつになってる。あ、待ちたい側だ。あこれは残り時間5秒から俺の体力を奪えるなら奪ってみろ感のある、そうです、待ちでしたね。うー、当たんない。いやー、画面から目が消えてたよ。これはしっかりやらせない。ガードマンだ。大キックで、これはそういうのは効かない。浅瀬にはいないぞ。さあこれはまたあれか、あーこれはさっきのリプレイか。瀬尾さんの我慢ショーが始まってしまった。うわ、おっ と, と こ, これは瀬尾さんの対応ショーです。あっと、いいぞいいぞ。なんでめくりに行かない、お、めくりに行った方がいいと思うけど、タスマキで、あー、浅瀬。あっと、あるのか、なかった。落ちた。おかしいの、あんた。おかしい。おかしいですよね。うん、さあ、ロードさん。いやロードさん、でも、スト2ってこういうゲームなんですよ。面白いですね。エクスパーさん知らなかったと思うんですけど、こんな試合初めて見ましたね。徹底的、いや徹底的に対応で倒すという意思を感じましたね。やっぱりその奇想天外な竜ですよね。そう、あんまもう余計なことはしない感じが、そういうのはもう聞かないんだよって聞かないって、悟されるようなプレー。そうですね、うん、セロテープメンバーはねちょっとね今もう家宅捜索まで入ってるんで、ちょっとまあ時間の問題ですね。さあ刻まれて死んでるか。いやでもこれはね、 S サガってこういうことありえるんで、こういうのでなんかげんなりしちゃダメなんですよ。ああ、なるほど。 S サガって割とこういう感じでなんかシュッて殺されるの割とあるんで、強い人でも結構あるんで、なるほど。これはそんなにあの変ではない、変ではない、そうありうることだと思ってプレイしてた方がメンタル的にはもいいですね。なるほど、はい、しかし、あーいいですね。今度はこっちが P 勝ち。そうで、こういうこともあるんでシュッと勝つ。そう、やっぱりね。やっぱりね、そういうメンタルの持ちは大事。なるほど、そう、自信を持つことが、そうそう、スコンスコンにやられてもまああるなみたいな。まあまあそう。このキャラの、そう、負けキャラとしてはあるみたいな。なるほど。しかし画面端きついぞ。我慢、我慢のスト2、ここは我慢のスト2です。そうです、弾であんなに減るんだから。あー、危ない。っとっとっと、セーフセーフセーフ。あ、大丈夫です。あ、ギュッてるし、いける。はいはいはい。あー、あー、あ、まだある。あるある、まだあるまだある。さあ、我慢のスト2、我慢のスト2、これパーで回れば勝ちですから。そうですね、このホールはパーで。あー、やっちゃった。ボギー。叩いてしまった。やっちゃっちゃー。ここはパーで回ればよかったが。さあ、ぐんなりしております、ロード選手。しょうがない、まあボギーでね、ボギーでバンカーに捕まってしまった。捕まってしまいましたね、バンカーに。オーガスタの17ホール、グリーン前にバンカーがあります。さあ、ゴルフ詳しい、ゴルフ、風の大地しか読んだことがない。あの主人公がコミショーの風の大地しか知らない。打ち切り。お、なんかソニックがいい感じに出た。セルフディレクションですね。うまいですね。はい、さあ、当たる。あ、ここは待つ。瀬尾さん、今日は待ち気味ですね。そうですね、なんか、はい、これがストースだというよ。そうですね。あー、うまっ。さあ、見てからじゃない動きはスト2じゃないんだと言わんばかりの。確かに全部後出しですよ。素晴らしいですね。後の先というのはね、こういうことなんです。さあ、しかし剣道っぽい話でも、弾があれば先に動きますからね。確かにそれが弾キャラの強さ。あー、なんかめくってるけど、ショーパンでめくった。なんだ、壁端だけ限定ですかね。ワンピー側にいるときはいける。あー、瀬尾さんがふんだんにネタを見せていく。レディンさん、あんなめくりもあるんですね。あれなんすかね。あれはワンピー側にいるときはあんな感じになるっぽいっす。あ、ワンピー限定の。そう、
限定ってか、あの、てかこういう風に始まった時ですよね。あー、なるほど。さあ大会のアイコンないことないだろ。悲しい。まさか大会でそんなレアなネタを。さあ、ガイルは裏に入りやすい方ですよね。固められている。ダルシムは入れないですね。ダルシムは太すぎるんで入れないです。はあ、はあ、はい。うわ、ドリル投げる。投げられ、悪くない悪くない。ダルシムちょ食らってしまう。下段か。最後から投げられる。投げれば勝ちか。ガードすれば勝ちや。まだある。これはあーっと食い込みすぎてたゆえのコパン当たらず。逆の逆、逆の逆、逆に。お、焦点か。逆ー逆逆逆に。お坊さん、お坊さん。あー、これ完全にお坊さんだな。言っちゃった。セロテープメンバー瀬尾さん、これ何連勝ですか。これ 11連勝。12だって。12連勝。セロテープメンバー、ここで止めたいですね。2桁いっちゃってますからね。やっちゃってますね。セロテープインザジェイルですからね。さあさあ、ザンギベガです。ザンギベガ。あー、なんか、あー、それさっきも見た。やばい、さっきのリプレイか。青菜さんがさっきやられてた。やばい、中断、当たらず。かー、きつい。さあ、瀬尾さん、キックボタンしか押してない説。タンパンチボタン押した。そして中断。あの中断当たりますね、あれ。地上でボタンを押してるだけだが強い。さあ、止めて。間に合わない、しっかり。これは違う展開だぞ。はまれば。はまった。バニシング。間に合え。しっかり。これがセロテープメンバーだ。見てるか、ゆうべが。これがザンギベガだぞ。さあ、欠かせないっす。煽りは欠かせない。こういうところでも。さあ、逃げる。画面端は近い。さあ、これは1ラウンド目の誘い受けですからね、これね。来いよ来いよっつって。セロテープメンバー、あー、うまい。重ねているが、画面端は逆に画面調整ができない。これは1ラウンド目と全く同じ状況。あー、ある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 。なかった。やばい。上飛ぶ。セロ、あー、 あー逃げる。ひー、なーん。あー、あるある、ある感じになってきた。あるー、見てるか、ゆうべが。さあ、セロテープメンバー勝ちましたね。セロテープメンバーが止めた。グッチさん、グッチさん、グッチさんの出番ですね。セロテープメンバー止めましたね。瀬尾さんは下のクレディンさんのスコア。そうですね、はい、ありがとうございます。セロテープメンバー2キャラ目はグッチさん、ブランカかな。お、グッチさんの2キャラ目は俺は知らないよ。あれ、さあ、紙は、紙を見ないとね。書いてない。なんと、じゃあ使いたいキャラ使って。うわ、かぶせ。竜を使え、竜を、竜を使え、竜を。あ、大会だろ。あ、大会だろ。大会だから、ダルシム選んだからね、今ね、使ってもらわないとね。ダルシムですね。ふざけてたらダルシムになっちゃいましたね。あ、でもね、グチさんね、意外とちゃんといろんなキャラ使ってるんで。あー、なるほど。できると思いますよ。上を吹いてみる。あー、死んだ。あ、死んでない。間に合う。セロテープメンバー、これは執行猶予。あー、くるくる回ってる。草薙メンバーもね、お酒に酔って前転して進んでましたからね。バルログ並みの。ウデさんはでも知らない。いや、わかる。え、知ってる。草薙メンバー酒覚えてます。やらかしたやつ、あ、知ってます。
何年前、ね、中学生ぐらいですか、ウネさんが。多分中学生ぐらいじゃないですか、ね、結構前ですよ。結構前、10年は前なはず。ああこれは当たらない。ああ危ない、ワンチャンあったけど。これは暴れないぞ、グッチ。あコパン、あーうまい、踏んじゃう。ダルシム硬い、硬いですね。あー死んだか、当たらないけど、お互いまだまだ。あー大、これは中キックしっかり。セロテープ選手負けたくない。セロテープメンバーこれは、あーっと時代のベースとしては負けられない。さあ、ここ決定。あ、うまい、繋がんない。なんかなんかお互い熱いぞ熱くなっている、これは。お互いヒリヒリしてる。空ジャンプはできない。あーあいあいあい、死のジャンプ。これは死んだセロテープメンバー 2連勝。シホシムさん、これアオサイさん、シホシムさん、はい、え、うん、そう、セロテープメンバーが負けるまでやります。セロテープメンバーの逮捕までやります。逮捕はもう目前なんですか。そうですね山口達也メンバーは不起訴でしたけど、はい、セロテープメンバーは不起訴じゃないと思いますよなんで検察が今捕まえに来てるんで。あーもう目の前もうダメだと思いますもう今にも身柄を拘束されそうな、はい、ってます。さあメンバー、あーこれは夜家に呼び出してますね、これはこれは呼び出してる。あー実はナックルズに抜かれるぞ。ああーしっかり出る、しっかり出るぞ。もう通らない。あーとダイキック、あー通らない。いや上手くなっている。あーあー早め、早め、早めか。もうちょっと引きつけるとね勝てます。早すぎた。さあ、あーと飛んでいく大キック、うまい。たまに打つねのが大事。球を打たないと相手が飛んでくれないっていうね事実。きついですね。そうセロさんは飛んでます。メンバー回っている。上から行く、上から行く。メンバーが死ぬのか。あ、まあ、セロテープメンバーに2ラウンド目は遊ぶからなあーっと吸った。メンバーこれは回った。目の前に物があったからつい吸ってしまったさあ3連勝、残儀使いとしてのハクさん、ハクさん、ハクさん、ハクさんはさっきの感じだとガイルですかこれ、はい、うん、2キャラ、でもこれどっちも使っていいんですよね。どっちも使っていいんだっけ。1キャラ目と2キャラ目どっちでもいいと、どっちも使っていいと。だからベガかガイル、ベガかガイル、ガイル、まあガイルでしょう、もちろん。さあハクさんが腕力でね、そうですね、セロテープメンバーを抑えに来た。ハクさんもだんだん体つきがガイルに来てきたね。ムキムキになる運命なのか。あーやばい、当たんないけど、やっちまった。これはセロテープメンバー、セロのやつがやらかしましてねっつってそれあれじゃないですか言われるやつメンバーやばい、あーっと打ってく、打ってく、やりたい放題。ガイルもここをしのげば、さあソニックモードになればありますね。まだ全然あります。ちょっとソニック、ソニック足りなくない。あーこれは殿下の宝刀、しゃがみからの弾き、しゃがみ弾きですね。ケンさん大丈夫ですか何使ってもいい、いやごめん、1キャラ目と2キャラ目で使ってどっちか、どっちでもいいって。1周目と2周目で使ったキャラどっちかっていう。サガット、どっちがいいかな。サガットか、サガットの方が良さそうだが、ベガ熱い戦いになりそうですね。さあこれそろそろセロ様ありますよ。あーボディー死んだか、投げ高い、これは上に行く。セロ様ベガキラーになれるのか、なれるか、見てるか、ゆうべが。あ、あー間に合わなかった。表から投げる、受け身がない。あーでもゲージが来てるぞ、ゲージがあるから逃げて。でも体力リードはセロテープメンバー、そうですね。
うわガード、これはしっかりスクリュー、ロスコーい、いきましたね。さあセロテープメンバー抱きしめていきますね、しっかりやる気がないなら帰るやっていく。あと食らう、めくりは思ってた、これは固めて逃げられない。ちょっとダブル2が強さが違ったか。サイコを吸って下段から、あーダブル2で逃げてめくり当たる、当たったー、メンバー生きてる、この距離はまずい、これはメンバーですね、素晴らしい、ジャニーさんの力が働いた、お茶丸さんです、これはジャニーさんに守られましたね今ね、スカウト来ますかね、ジャニーさんが高い金を積んで示談に持ち込んだみたいな感じの。さあ X ゲーマーごめんな、日本のニュースわかんないだろって、日本のジャパンニュースはもう、そう絶対わかんないっすって、日本の男性、日本のね、ましてアイドルですもん、日本のアイドルがわいせつで捕まったんや捕まってないけどニュースになったんや、ニュースになった、そう人騒がせのね、さあ、あー上、しかし相打ちガード、これは歩いていく、お茶丸バルグー、あ、出しちゃった、下段つないで表から高い高い高い、さあこっからでも、あー死ぬー、いい勝負だ、どうすんの、あーなぜか前、これジャニーさんですか、力だな、これが力だと、これはセロテープメンバーが悪いことをしてるのになぜか Facebook で擁護されるやつ、落として、あ落として落として、これはさあうまい、垂直でうまいぞ、来てる、投げられない、さすがに遠かったか、うまい、上、そして投げる、美しい、青木サイクロン GO、 青木サイクロンです、そうですね、セロテープメンバーが、これはさあザンギザンギですね、ザンギザンギ、あっと投げている、掴んでる、掴んでるぞ、これは何、次誰次誰、次川島さんか、そうっすね、そうっすね、はい、あ間違えちゃいました、あ、あ、これで勝ったら、これ勝ったら、あ、そうか、並ぶからね、なるほどね、今同率、なるほど、ってことは、すでに中島本田と戦うことは決定している、今6連勝なんですね、6連、あ、そうっすね、これで勝てば、中島本田とやらずに済む、お、そう、ランキング、ここで負けてしまうと、中島本田と2位決定戦みたいなのをしないといけないので、2位決ですね、かなり絶望的本田ですからね、ザンギホンダとやるよりはザンギザンギで勝った方がマシでは、確かにという気持ち、ボブです、そう、いざんだが下段は開かないぞ、青サイは何を狙っている、お互い待ちの姿勢だ、あ、うぅっ、上コパンで対空、あー呼ばれてる、諦めんな、うわー、いなんだ今のは、あいあい、あー座れ返すこれはね6連勝今してるので中島ホンダと戦います、はい、さあということで、勝ち抜き戦が終わりまして、瀬尾さんのベガが12連勝、中島さんのホンダが6連勝、セロテープメンバーが6連勝ということで、6連勝ですね、さあだから2決、はい、はい、ということでザンギを再利用するということで、こっちになりました、コインがないそうです、あれ、ああコインどっか行きました、クレジット、これは2位決は一発勝負なの、はいはい、ということで、はい、じゃあどうぞ、勝ったら瀬尾さんのベガトです、これは頑張りたいですね、これ面白い展開になりましたねこれ勝ったら熱いですね、あさあいけるか、ああし、あれはね、あれは無理です開幕ね、小百列はマジできついっすよ、うっ、ずらされている、張り手から張り手、辛いなこれ、辛いっす、上行った、あるある、なかったーって死んじゃうよー、あ、これはありますよ、バンバンバン、
メンバーメンバーこれはセロテープメンバーさあ一先ですよ。さあこのまま爆進、鉄腕ダッシュあるか。鉄腕ダッシュ、あさあ飛ばない。あうまい、踏み込んで台足から、これは頭突き待ち、あ張り手で対空、うまいぞ、うまい、あうまい、垂直で対空していった。まあでもさっきここから勝ちましたからね、知ってるということを。あピャーっとうまい、あーこれは足が長い、張り手出るぞ、いや出る、出ますね張り手、めっちゃ速いっすよすごい。さあ開幕は、あーあーこれは張り手狙いで大パンだったんですが下段でした。さあ早速つらい、あー張り手に合わせてジャンプしたかったんですが、飛ぶ前に張り手、あ下段当たって暴れない、歩きガードからしっかり頭突きが溜まっている、これは厳しい、あー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 メンバー あるか、 あるのか、あーあー頭突きは出さない、まだまだまだあるのか、あ残念、セロテープメンバー逮捕ですさあ決勝戦、瀬尾さーん、あれ決勝戦は 3本取ったら勝ちですね、いつも通り。あーベガホンだ、これは厳しい戦いになってきた、厳しい戦いですね、やっぱりホンダは美味しいカードにでしょうね、ちょっと難しいんですけどね、うん、さあお互い待ってる、いいしわいい感じ、さあ削ったのはお互い様、削って、お最後が当たりの、no、どっちどっちどっち、まあこう、さあ待ち、あさあ玉に引っ掛ける、めくりが投げる、投げて、さあ今のはね返しづらいというかほぼ返せないのでは、あれ返しサメがなくなっちゃうんでね、はい、頭突きも出なくなっちゃうんですよね、わホンダ最高クラッシャー、頭突きではそれはあーつなぐ、つながっ、ギリ生きてる、まだあるのか、えっ、あこれは当たるが、ある時間がある、逃げるバックジャンプ、逃げ足早いな、バックジャンプ冷静でしたね、そうですね、しっかり体力を保持したと思ったところ、さあ待ち、意外とね最初の0ドット1ドットが遠い、さあここから、あーうまいぞ、いけない距離、あ投げ返す、これは美味しい、どっか行っちゃう、めくりが当たらない、掴んでこれは食らってスイッジャンプで逃げるが対空されて、おーしっかり対空、ホンダのペースですね、中島さんの手を見たい、なんかね綺麗に押してます結構張り手汚い派とかいるんですけど、結構綺麗なピアノ押しですね、そうですね、はい、痙攣押しではないですね、お、さあ投げられる、うわしっかりお釣りを取って、投げる投げる、あーっ っと鬼武装を潰されて死暗い投げはカバーしている、しっかり次やる行動決まってましたもん ね、さあこれは1本取っている、まず中島さんが1本、コインがないって、あれコインガンガンクレジット、さあゼロですね、さあうーんと逃げてのらりくらり、しかし捕まりない、上から逃げて相打ち、これは悪くない、死が見える距離、しかしゲージもあるのでお互いちょっと気まずかった、さあリードしたホンダが、うまい投げる、後ろから投げる、ずらしていく、ずれたずれるずれる
あれは食らっちゃいますね。さあこれはかくらないぞ。あいち張り手で突っ込んでくる。裏から投げて受け身を取っているがガードしますね。刻む。しっかり待っていた。落として投げ返す。くらい。シーソーゲーム。あこれはもうくらえないのでは。と張り手が出なかったけどセーフ。セーフ。あいちでした。上ちょっと歩いて、これは確定取れない。しっかり投げで半角から繋がらないがダメージは取れている。うまい。拾って、さあためを消してから、うまい、うまい。さあこれは死亡の距離では。逃げる。バックジャンプ間に合った。しかしまだ逃げられない。追いかけてくる。これは張り手早い。張り手が早い。早いですね。高速ですね。さあこれで 2-0 リーチ。中島さんリーチ。マッチポイントですね。ストレートいけるのか。うわ拾う。空中戦に自信にき。投げて返しにくいやつ。さあ画面端美味しい距離。返せないんですよねあれね。マジで返しにくいですあれ。あれ何で返すんですか。いやマジない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 マジっすか。全然ない。ほんまっすか。そうさあベガー1本取っていく。結構ねあれ簡単な戦略なんでおすすめ。あの感じになったらぜひ試してみてほしい。なるほど。強い。ああどっちか分かんない。ピヨってないが中段が当たれば分からなかった。しかし画面端に行っちゃう。どっか行く。これは張り手でかくっていて張り手また画面端。これは暗いナイトメア。素晴らしい。完璧。今のは読み勝ち。いやー食らってからナイトメア一本取り返す。そういうやつだと終わらない。瀬尾さんが置き攻めかなり暴れますね。そうですね。怖いっすよ。あの試合を経てからの、そう次の試合、ね、あ、うまっ。手前落ちにダブルにかくらせてどっか行っちゃう。さあ削りはとしっかり取った。上からちょっとずらして頭突きはガードしている。上どっか行っちゃう。ガード突進合戦だ。あ上これはガードしにくいがしっかり待っている。中島本田が、あーうまい。あーうまい。張り手出るマンじゃん。素晴らしい。ピロシに分けてやりたい。あこれはずらした。瀬尾さん本田戦知ってるやつだな。うまい。相打ちにして、さあここは暴れる。暴れた。画面端はつらいぞ。しかしこれはジャンプ逃さない。しっかり拾ってる。刻んで上。しかしまたしても捕まる。逃げる。あれいけるんだ。捕まる。熱い。今度は警戒している。チアナイトメアが表裏に行く予定だったけど表に落ちてしまった。熱い。これで一本一本。さあこれはしっかり最後できる。食らってしまった。あ今の何気にむずいですよ。あ、そうなんですか。そう、あの飛びから直に中足、ダブル2はため超ギリギリなんで。あ、じゃあちょうどもうほんとぴったり。そう、結構ギリギリですよ。さあ、面白くなってきた。お互い、これで最終ラウンド 2-2 ですもんね。さあなんとか取り返した、瀬尾さんが。あ、上削って、あーずらして突っ込んできた。これは待ちの姿勢か、中島本田。しっかり待つ。あずらして頭突き。もう食らえない。ずらしますね。さあマッチポイント。かなりその2層 のやってきますね。頭突きや精度が素晴らしい。これはあ上に行けない。画面端はやばいやつ。さあもう半分。あっとダブル2また走ってる。しっかり最大。しかもダブル2。本当にダブルニーすごいっすね。さあこれで本当に最後。さあ、ああ引っかかってめくりが当たると危ないが、うまい。逃げる。バックジャンプはお見事。
上、画面端近いが大パン対空から張り手張り手。さあ本田行くか。あー、くらいはもうバレてる。一気に行った。さすがに置き攻めくらいすぎた。勝ったのは中島本田、本田おめでとうございます。じゃあセロテープメンバーから一言の前に中島さんから一言。中島さんから一言だけいただきます。はい、じゃあ優勝してこの謙虚さですよ。まあでもまあガイルで頑張りたいという気持ちはあるんで、はい、大会はもうガイルだしね。そうということでお見事。じゃあセロテープメンバーから最後に一言。あ、来週は四季の細道のじゃないや、かける号の前夜祭ですね。同キャラチーム戦、人数制限なしの集めたもん勝ちのチーム戦。去年とちょっとルールが変わって、一度負けた人は2回戦以降に進めない、2回戦で負けた人は3回戦出られないみたいな感じで、まあ、消耗戦みたいな感じでキャラ同士潰し合うので、まあ、皆さん同キャラ使いの人声掛け合ってたくさん来ていただけると嬉しいです。6時エントリー開始で7時から開始の予定です。エントリー費が1人200円ですね。でその翌日は、来週土曜日かける5本戦ですね。本戦も本戦でも多分今日までですね、エントリーがあと1時間15分ぐらいなので、メンバー決まってる方とか、あと斡旋待ちの事前エントリーとか、今日12時回るまでにエントリーしていただけると助かります。でそれエントリーできなくても当日の斡旋も一応あると思いますので、まあ、来ていただければと思います。じゃあなんか残りの時間はあとの試合ですかね。今日はどうもありがとうございました。あ、中野さんも、中野さんじゃなくて何だっけ、今日はクリスです。クリスさんも今日クリスです、ありがとうございます。クリスです、はい、じゃあお疲れ様でした。
Fight! Over fire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 !
ではお疲れ様でした。